学長じゃない方の寮です。今日もお金と時間をハックしていきましょう。今日のテーマは、これがなきゃ貧乏、貧乏になる人の意外な共通点という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキャラの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。このチャンネルを見てくれている人で、一生貧乏でいいや、と考えている人はいませんよね。わざわざ大事な時間を使ってお金について学んでいるわけですから、そんな人は、ほとんどいないはずです。もし貧乏でいいと考えているのに、この動画を今見ているのだとしたら、行動と考えが一致しないので、こっから先の動画を見るのは絶対にやめてください。行動と考えが一致していない状態はストレスにもなってしまいます。そんな今回の動画は、貧乏になりたくない人が持っておかなければいけないもの、抑えておかなければいけないものについて解説していきます。そして貧乏にならないためのあるものを手に入れていくための具体的アクションについても解説していきますので、貧乏はごめんだという気持ちがほんの少しでもある人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。貧乏が嫌ならなきゃいけないもの、手に入れるのは結構難しい。貧乏を離脱するための具体的アクション、この3つやっていきます。まず1つ目の貧乏が嫌ならなきゃいけないものですが、早速結論です。貧乏が嫌ならなきゃいけないものとはマイナー性です。このマイナー性とは少ないということです。マイノリティという言葉を聞くことも多いと思いますけど、このマイノリティは少ないこと、少数派という意味ですね。最近ではよく性的マイノリティというワードでよく聞きますね。こういった少数派の人の声を届けられる機会が増えるようになったことも、少数派の存在自体がスタンダードになっていくということでもあり、とてもいいことだなと感じています。ではこのマイナー性がなぜ貧乏にならないために必要なのかというと、それは需要と供給です。中学校の社会で習うやつですね。この需要と供給という経済の原理原則があるから、貧乏にならないためにはマイナー性が必要ということなんですね。この需要と供給というのは、需要が多ければ価格が上がりやすいけど、供給が多くなりすぎると価格が下がっていく、このバランスで物の値段が決まるという考え方ですね。つまり供給が多くなりすぎる多数派の母数にいると物の値段が下がっていき、さらにその多数派の中でしのぎを削るのはどうしても厳しい戦いになってしまいがちなので、そもそも母数が多いところで争わないようにするために、少数派になれるマイナー性が重要になるということなんですね。例えばサラリーマンの給料も、市場価値の高い替えの効かない人材であれば、供給が少ないマイナー性を活かすことができるので、値段である給料は上がりやすいということです。投資の世界でもまだメジャーになっていなくて、供給が少ない新しい投資分野であればかなり大きなリターンが期待できますが、次第にアクセスする人が多くなり、その投資分野がメジャーになっていくとマイナー性が薄れてくるので、リターンが低くなっていきます。今で言えば暗号資産の分野なんかはまさにその状態ですね。また上場企業の株価一つとっても、需要と供給で値段が決まっていますので、投資家の買いたいという需要の大きさに対して、売れる人の供給量の大きさによって値段が変わってきます。売れる人の供給量の方が少なければ、つまりマイナーであればあるほど買いたいという人の動きが相対的に大きくなり、株価がどんどん上昇していくわけです。つまり投資においても、実生活においても、投資の原理原則である需要と供給を意識して、少数派であるマイナーのポジションを常に取れるようにしておかなければ、経済活動がしんどくなってしまうので、貧乏からなかなか抜け出しにくいということなんですね。要は多数派のままじゃきついから、楽に立ち回りやすい少数派であるマイナーを目指していこうよということなんです。ちなみにこの需要と供給なんですが、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートという映画の中で、主人公ジョーダン・ベルフォード演じるレオナルド・ディカプリオが需要と供給だというシーンがあるのですが、ものすごく本質的でかっ
っこよくて好きです。ちなみにこの映画はお金について学べる要素が多いので、見たことがないという人はぜひ一度見てみてほしいです。概要欄にリンクは載せておきますね。では次、手に入れるのは結構難しいですが、ではここまで説明をしてきた通り、貧乏にならないためにマイナー性を高めて少数派になっていこうということになるのですが、このマイナー性を高めていくことは結構難しいです。私たちは小さな頃から友達と仲良くしましょう、先生の言うことはしっかり守りましょう、困った時は多数決で決めましょうと、みんなと同じ、みんなと一緒が正解なんだという世界を長い間生きていますし、今この社会も民主主義の多数決の世界です。そんな多数派であるメジャーな意見が正解であり、そしてそれが正しいというような考え方を世間はしています。そんな多数派が当たり前の世界において、貧乏が嫌なら多数派を捨ててマイナーになれと言われても、いきなり考え方を180度変えるのは厳しいですよね。さらに心理的な側面もあります。丸罰ゲームで自分だけが丸で他のみんなが全員罰だったら、問題の正解不正解に関係なく不安になりますよね。芸能人の格付けチェックで自分に絶対の自信があって A だと思っているのに、他のみんなが B だと自分に不安がなくなってくる芸能人も同じです。最近は聞かなくなりましたが、赤信号みんなで渡れば怖くないという言葉もまさに人間の心理であり、特に日本人はその傾向が強いと言われている同調圧力、多数派同調バイアスと言ったりもしますが、この多数派の意見が正しいと感じてしまう心理、逆に言えば少数派の意見は間違っているんじゃないかと不安を感じてしまう心理でもありますから、結構ハードルが高いわけですね。ですので、これまで多数派が正解と教えられてきた刷り込み、今の社会が多数決の世界である民主主義であること、多数派に同調してしまいがちになる人間の行動心理があること、この3つのトリプルパンチによってマイナー性を手に入れることは結構難しいわけですね。というか、ほとんどの人にとってこのマイナー性を作り出すことはできないんじゃないかと正直感じています。じゃあ結局みんな貧乏になっとけってことと感じた人もいるかもしれませんが、まだ諦めないでください。ここから貧乏にならないためのこのマイナー性をどうやって高めていけばいいのかについて最後に解説していきますね。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話し切れないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、将来お金で不安を感じたくない、今よりも経済的に豊かな暮らしをしたいという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、貧乏を離脱するための具体的アクションですが、早速結論です。貧乏を離脱するためのマイナー性を高める具体的アクションとは、一つが自分の既にあるマイナー性を生かすこと、二つ目は他人のマイナー性を受け入れること、三つ目は深い人間関係を作ることです。一つ目の今既にあるマイナー性を生かすというのは、ここまで解説した通り、今のこの社会ではマイナー性を新たに作り出すことはトリプルパンチのせいでかなり厳しいので、最初から諦めます。ですがマイナー性を作り出すことを諦めただけで、マイナー性自体を諦めたわけではありません。これは自分自身がすでに持っているマイナー性、自分の今までの環境で生まれたマイナー性、こういったマイナー性を隠すのではなく、最大限に活かしまくるということです。マイナー性をゼロから作り出すのはしんどいですが、今すでにあるものを活かすのならそんなに難しくはありません。例えば LGBTQ という性的マイノリティを活かして、特定のポジションを取って情報発信したり、普通とは違う複雑な家庭環境で育った人であれば、その厳しい環境のマイナー性を生かしてブログを書いてみたり、他にはキャリアを掛け算することによって独自のマイナー性を出してみたり、このように今すでにあるマイナー性を育てたり生かす方法を考えていけば、ハードルを低くしてマイナー性を生み出すことができます。このマイナー性の種になる何かは誰しもが必ず持っている
ているはずなので、今あるものを見つけてそれを磨く、これであればできる人が多くなるはずです。自分の変わっているところを生かすことのできるポジションを考えてみましょう。二つ目の他の人のマイナー性を受け入れるですが、これは自分自身に何かしらのマイナー性があるのだから、他人にも固有のマイナー性が必ずあります。そして自分自身のマイナー性を生かしていくためには、他人のマイナー性を尊重することは必要不可欠です。自分ばっかりのジャイアンみたいな思考ではうまくいきませんよね。つまり人それぞれなのだから、他人を変えようとしたり抑えつけようとしたりしてはいけないということですね。このように他人を尊重することは良好な人間関係を作る上でも欠かせませんが、貧乏にならないためのマイナー性を受け入れてもらうためにも欠かせない要素になるわけです。最後3つ目の深い人間関係を作るというのは、これは一見関係なさそうに見えるのですが、ここもかなり大事です。なぜならマイナー性を生かしていくということは、そのマイナー性をオープンにしていくということです。そうすると世間一般からは、さっき説明したトリプルパンチのせいでなかなかの同調圧力が押し寄せるので、炎上したり批判的なコメントを書かれたり非難をされたりして、何かと世間はざわつきます。どんなにざわつかないように配慮をしても、どうしてもざわついてしまいます。正直これは変えられないです。さっさと諦めた方が無難です。ですが世間からネガティブなことをたくさん言われたり、知り合いからもネガティブなことを言われてしまったら、誰しもがしんどくなりますよね。ですので自分がありのままでいられる、世間から守られた深い人間関係を作っておくということです。これはたくさんの人数がいる必要は全くありませんし、友人関係、家族関係、職場の仲間、コミュニティなど、こういったところで世間とは隔離されたクローズドな環境があると、自分のマイナー性を生かし続けやすいので、自分のマイナー性を受け入れてくれる、自分がありのままでいられる深い人間関係がある環境を作っていきましょう。今は便利な時代なので、自分と同じ価値観の人もかなり見つけやすいと思います。この自分のマイナー性を生かし続けて、貧乏にならないようにしていきましょう。では最後に大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。これがなきゃ貧乏、貧乏になる人の意外な共通点という内容でやってきました。貧乏が嫌ならなきゃいけないものとはマイナー性です。経済は需要と供給の関係なので、自分自身にマイナー性があることは、母数の多い多数派の中で争わないようにするためにも、貧乏にならないために必要不可欠な要素です。ですがそんなマイナー性は、これまで多数派が正解と教え込まれてきた刷り込み、今の社会が多数決の世界である民主主義であること、多数派に同調してしまいがちになる人間の行動心理があること、この3つのトリプルパンチのせいで、マイナー性を手に入れるのは結構難しいのが現実です。ただ次の3つを実践してもらえれば、比較的簡単にマイナー性を作り出すことができます。1つ目は、自分の今すでにあるマイナー性を生かすこと。今すでに持っている経験、環境、立場などを生かしてマイナー性を作り出していきましょう。2つ目は、他人のマイナー性を受け入れること。自分と他人それぞれのマイナー性をしっかり尊重しましょう。3つ目は、深い人間関係を作ること。世間の同調圧力から退避できて、ありのままの自分でいられる場所を作っておきましょう。この自分独自のマイナー性を少しずつ大きくして、自分自身の市場価値を高めていって、お金持ちになっていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間をハックしていきましょう。耳だけで学べる聞くお金と時間の学校 in ボイシー、音声だけで学べるお金の知識、ながら作業のインプットに最適、概要欄からぜひボイシーの登録お願いします。